うわー出たかー、うわまた出た、うわ乗った、ねえ、これは嬉しい。よっしゃ、くった、よっしゃ、モンスターが出た、あー関東のマックスサイズじゃないですか。おはようございます、リコー TV です。ゴールデンウィーク中盤のトズラッパラダムにやってきました。一日頑張ってみます。うわ木の裏にヘビーがチロチロ舌を出して、うわでかい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 、これはでかいね。もうヘビも活動する時期なんだね。ここにねうなぎリグがいますよ。舌チラチラ出して朝ごはん活動中、でっかいよ。ヘビん、あれバスが、スクールバスが、お出た、乗んない、よし乗った、ビローラ初ピーシュ、えいーよいしょ、丸飲みビローラ、わーよいしょ、トズラッパラでシュポッと食いついてくれました。じゃあ逃がしたいと思います。1匹目、はい逃げてもらいます、バイバイ。こんな感じ PE ラインでピクピクセッティングね、スクールしてるバスがいるんで、それの群れの中に投げてピクピクさせてたらグーッと来ましたよ。じゃあ頑張ります。はいはい、ちょっとゆっくりめスタートなんでね、結構ね本湖周りがみんなボートを一斉に上の方行ったんで空いてるんで、ディスタイルのビローラを岸際に打って、岸際のね元気なコバスくん、まあどうだろう、30センチぐらいまで混じってくれたら嬉しいけどね。あ、ちょっといいサイズ、あどうだろう、今ねちょっと、ま、いいサイズがね見に来てたね。中空ボディなんで素張りにちょんがけするだけで程よい感じで浮いてくれるんで、で結構張りのあり張りありのボディなんでピクピクがやりやすいですね。へへへへ、スーッときたね。
ちゃいけど引く。元気バスくん。よいしょ。ほい。お。はい、ビローラで2匹目。結構ね、ちっちゃいながら元気いっぱいだよ。ビローラで2匹目釣れました。じゃあ引き続き頑張ります。いいとこに。キングしましたよ。はい。サンキュー。餌だね、餌。ワカサギ風の生餌ですよ。岸際で餌探してんのあいつ。食っちゃう、食っちゃう。ちゃうよ。食った食った、我慢できず食ったけど、また食うべ。もう一回頼む。食うぞ食うぞ。食った、またまたま楽しい。なんだろうね、この。あー、いた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 。あいつね、絶対食うよ、食ったよ。3回目。4回目の正直。ちょっと奥から出してみようか。食うべ。違うやつが来た。ピク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 。ワカサギが死にかけてるよ。プイッとした。おお、出た。おーしよしよしよし。あー、バレた。針先が回ってん。おっしゃ、もう一回。もう一回。おお。引く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 。元気だね。はい、ビローラで3匹目。ね。30あるらしってところかな。ありがとう。順調に3匹。あー、この手の釣りだら大好きだから止まんねえ。アフターだね。もうね、もちろん産卵のバスもまだまだいるんだろうけど。あ、いた。あ、見た。興味津々。食え食え。岸際に朝一の餌を探してる元気なバスが。結構バスが朝一でね、岸際餌通んないかなって、なんか岸際見てんだよね。虫でもいいんだろうけど、ビローラでもいいんじゃねっていう感じかな。くえ。ああ、見切った。
見切るなぁ。ボートが近づいてっちゃう。あ、見切るね。ビローラー見切る。だいぶ、お疲れ様でーすって感じだもんね。お、食った。もう食った食った。ちょっと、お。おぉ、引く。こういう釣りはやっぱ、ちょっとこういう柔らかい竿で、ね、やると楽しいよね。おぉ、はい。はい、お疲れ様。下顎だね。はい、ビローラ4匹目。結構ね、小さいながら本当元気だからね。楽しい。こういうね、サイズのバスがもうポコポコと釣れてくれてますよ、朝一。どこまで数が伸びるのかね、ひたすらちょっと朝一頑張ってみたいと思いますよ。ビローラフィッシュ。下顎にね、乗っかるだけ。じゃあ逃がします。えい。こんな感じで真ん中のワッキー掛けで、流儀のね、フォグショットっていう針を使ってます。で、まあ、1匹ずつはちょっとね、刺しどころちょっとだけずらして餌持ちを良くしながらやってみてますよ。じゃあ頑張ります。ギルタロうわ、ちょっといいサイズ。よし、食った。よし、あ、いや、いいサイズ。ちっちゃかった。その後ろのやつはもっとちっちゃかったんだ。やったぜ。5匹目。はい、はい。わあ、薄皮1枚だけど。あいて。はい、5匹目くんね。いや、ありがとうさん。さよなら。ちょっとああいう口の中に入った感じがしたら、ちゃんと結び直しを入れて次に備えると。リーダーを組む感じもいいとは思うんですけども、結構ね、リーダーこの結び直しがもったいないなぁなんつって、結び直しの回数が減ってきたりすると、そこでいいバスが来て切れたりっちゅうのがあるんで、俺は最近は直結でこまめに結び直す派になっちゃってます。まあ、シーバスはね、とか、あと、プラグも、ミノート、お、来た。プラグとかも投げるってなると、リーダー組んだ方がいいんだけど、6匹目。うわ、ビローラ浮いてる。回収するよ、後で。おぉ、おぉ、ちっちゃいながら元気印。おぉ、ちょっと、サイズアップ。はい、6匹目。はい、6匹目来ましたよ。ね、ちょっとね、サイズアップしてくれたんですよ。6匹目、ありがとう。ほいで、ビローラのいいところは、ぶっ飛ばされても、中空ボディなんで、浮いて、回収して
また使えるってね。はいはいはい。じゃあね、なんだ、7匹目狙いますよ。7匹目チャレンジ。